6月23日、中日、巨人。スタンドの中日ファン、悔しそうな長嶋監督。そしてこれが別所武彦が最後に見た巨人軍だった。三百勝投手別所武彦、その野球人生はまさに巨人に捧げた人生だった。川上、千葉、青田、日本シリーズで別所の前に立ちはだかった強者たち。日本中の期待を一身に背負って戦う伝統の力、これが巨人なのか。男なら一度は勝負したい檜舞台であった。昭和24年、別所は南海から移籍、巨人は黄金時代を迎えた。川上と別所が投打の両輪。その中で別所は数々の若手たちに昭和のプロ根性を植え付けていった。投手は先発、完投が仕事。プロは故障するべからず。そこには徹底した野球哲学があった。豪快のようで繊細、若手には厳しい先輩であった。私はね、信念としてやはりもう練習がもう完全を作るという、私はもう信念、これはもう終始プロ野球入って26年になりますけども、この信念は私は変わらないわけです。監督の1年目にね、ヘッドコーチになってもらいましてね、で日本の野球で初めて取り入れましたね、チームプレーの野球というのをその始めたんですよ。でその時にね、まあ私と一緒に鬼軍曹というようなことまで言われながらね、私が考える野球をね、推進してくれたんですよ。引退後コーチに就任。入団以来鳴かず飛ばずだった王貞治に、投手のフォームを真似て大きく足を上げることをアドバイス。これが後の一本足打法のヒントになった。小別所さんがいたことで、荒川さん、当時の私のコーチ、私のコーチは、まあ、巨人軍のバッティングコーチですが、まあ、王は何やってんだっていうことで、でまあまあ一本足になるっていうきっかけもね、まあ、別所さんの存在。そして現場を離れ、解説者となってからも巨人への思いは決して薄れなかった。平成3年、生え抜き以外では初めて巨人の OB 会会長に選出され、グラウンドにも足を運び、松井にはあの頃の川上の姿を伝え、巨人の4番を自覚させる。若い投手陣には自らが体験してきた巨人のエースのノウハウを。そんな別所が晩年夢見たのは、可愛い後輩長嶋監督の胴上げだったという。西の俺ホームラン見てるさ、小林さんがちょうど34年さ、1959年月天大試合で最後のホームランってのは、あの感じで俺バッと残ってるんだよ。そして平成11年、前年の大補強失敗で優勝を逃した長嶋監督は
勝負のキャンプを迎えていた。いつもなら明るい笑顔で訪れる別所だが、この時すでに病魔が体を蝕んでいた。だが後輩のピンチに絶対安静の中、気力を振り絞って別所は一通の手紙を長嶋監督に送った。投手陣のことからルーキーのことまで、そして最後には一言、巨人は強くあれ。別所は最後まで信じていた。いつかきっとあの強い巨人がよみがえることを。もう今年は何が何でも優勝しないといけないと、そうあるべきだという力説の中で、選手から我々に随分話をしていただいたしね。それがまだね、数ヶ月しか経っておりませんからね。ただ是が非でもなんとか別所さんの例に応えるには、やっぱり秋口ね、優勝というチームをね、導きながら、残された後ゲームをね、集中して戦っていきたいと、そう思ってます。巨人をこよなく愛した男、別所武彦。かつての鬼軍曹は今天から見守る。やっと表情緩みましたね、古田さん。どうだよ、別に、ええ、いや、現地来てからすごい顔厳しかったですよ。そうですね、まあ前にも言ったことあるんですけど、オリンピック出るのよりもやっぱりこのオリンピックの切符を取るっていう方がね、それは、すごいプレッシャーもかかるし、大変なことなんでね、まあ、かなり緊張感はありましたね、9月15日台湾戦の朝。うん、いよいよって感じ。いつもと違う表情の古田がそこにいた。プロが初めて参加する大会で彼らに与えられた使命、ただ勝つことだけが求められる。古田はその重圧に押しつぶされそうだったという。なんで受けちゃったんだろうって大会前まで思いませんでした。うん、断れないしね。いや、そういうことなんて。照れないで。いやいや、まあ、なんでとかね。いやでもね、まあ、予想はしてたけど、予想はしてたんですけどね、相当なプレッシャーの中で、やるっていうか、疲れましたね。全日本が大事なこの一戦の先発に指名したのは19歳になったばかりの松坂大輔だった。プロ野球界の将来を担う若きエースと球界ナンバーワン捕手の夢のバッテリー。しかし周囲の予想をはるかに超える苦しい試合が待っていた。勝たないといけないですから、どうしても勝つと負けるじゃもうえらい違いなんで、もうその違いっていうものも分かってますから、なおのことプレッシャーもかかりますし、精神的にも肉体的にも疲れるなと思います。松坂投手の球を受けながら楽しかったところ、うん、っていうのは、楽しいことはちょっと一個もなかったね、正直な話。やっぱり、まあ責任だとかね、役割だとかそういうものを言い出すとちょっとキリがないんですけども、まあいいピッチャー出してんだからしっかりリードしろよって言われてるもんなんでね。そういう意味じゃ、こっちとしてもね、なんとかいいものを引き出そうという感じで、まあ精神的に僕の方は結構いっぱいいっぱいだったですね、はい。全日本が台湾の秘密兵器蔡中南を打ちあぐねている間に、松坂は先制点を許してしまう。その後松中のタイムリーで試合は振り出しに。点を取られなければ負ける心配はないわけじゃないですか。ですから点を取られたくないっていうのが、まあ、僕の場合キャッチャーっていうのもあって、とりあえず点を取られたくないっていうのがすごい前面に出たんで、相手の27個のアウトを取るのにね、こう一生懸命っていうか、やってたんでね。緊迫したムードの中、試合は1対1の同点で9回を迎える。松坂は最後のバッターに対してこの日最速の151キロ、
恐るべき19歳。すごいすごいってみんなが言いますよね。で実際受けてみてどこがすごいのか。いややっぱり、こういう大きな舞台でね、物をせずに、堂々と、自分の力をいかんなく発揮できるっていうそのこと自体が僕的にはかなりすごいなと思いますね。その持ってる技術的なもので、素晴らしいものはその球のスピードとかそういうものは、もちろんあるんですけども、それ以外にね、メンタル的な部分でも、まあ、本当に涼しげな表情で、僕ら心臓バク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 言いながらやってましたけど、やってましたからね、あとはやっぱり持って勝ち運みたいなものをね持ってきてくれてるのかなっていう気もしましたね。さよならになった瞬間には、9回裏土壇場で2アウト2、3塁とさよならのチャンスを迎える。代打に送り出されたのは松坂の高校の先輩平間淳。一番しびれたところってどこですか。一番しびれたんですか。やっぱり平間打ったところかな。近年にないしびれ方やったね。でも平間の一打で決着をつけるか日本。やったー、さよなら日本。台湾で平間のさよならヒット、初戦を制しました。ガッツポーズの平間淳、抱き合います。黒と雨が抱き合います。ただ勝利のために黒と雨が一つになれた瞬間だった。いや、感極まりましたね。いや本当に、いや勝ってよかったです本当に、内容どうこうよりも本当に、勝ってよかったと思います、古田が野球人生の中で初めて涙を見せた。ぐっと来てましたよね。ぐっと来てますけどね、まあまあいいじゃないですか。あれってどういうものが滑ってたのかなと思って。どうなんですかね、僕もよく分かんないですけどね。いや、まあ、まだなんとなく周りの雰囲気ってあるじゃないですか。でもなんかペナントとは違う緊張感っていうかそういうの感じたんですけどね。そうですね、まあ、ちょっと言い方悪いんですけどね、それはもうあると思います。正直僕にしても野村にしても、初芝や松中にしてもね、実際あると思います。日本シリーズ戦ってる時よりもですか。全然そうですね。まあ日本シリーズも一緒なんですけどね、やっぱり勝つと負けるじゃえらい違いっていうのは、まあ、僕の場合両方とも経験してるんで、分かってるつもりなんですけど、まあでもちょっとこっちの方が苦しかったな正直な話。いやでも向こうも苦しかったな、話あったしな。来年シドニーオリンピックでまた古田頼むよ、言われたら。言われたら行きますよ。ちょっと行って頑張ってきてくれって言われれば行きますし、優勝争いしててもね、そっちの方が行けって言われればね。これやっぱりこうなんていうのかな、まあ、今年もいろいろそういうところで揉めたわけじゃないですか。優勝争いしてたらどうするとかね。 でも結局こういうもので、野球でこうナショナリズムを感じてもらってみんなで日本を応援するんだっていうそういう大きな目標って言いますか、目的のために、各チームから集められたわけし、ですからそういう意味でもっとそういう大きな意味を持つ、オリンピックも大会になると思いますから、まあもちろん周りがね行ってこいと、球団が行ってこいと頑張ってこいと言われれば喜んで、やりますって、一ファンとしてやっぱりワールドカップ見てみたいね。やっぱ世界いいでしょ。やっぱり世界はねせっかくですからね、まあ、実現する頃には僕はいないと思いますけどね。川上、千葉、青田、日本シリーズで別所の前に立ちはだかった強者たち。日本中の期待を一身に背負って戦う伝統の力。
これが巨人なのか。男なら一度は勝負したい檜舞台であった。昭和24年別所は南海から移籍、巨人は黄金時代を迎えた。川上と別所が投打の両輪、その中で別所は数々の若手たちに昭和のプロ根性を植え付けていった。投手は先発、完投が仕事。プロは故障するべからず。そこには徹底した野球哲学があった。豪快のようで繊細、若手には厳しい先輩であった。私はね、信念としてやはりもう練習がもう完全を作るという、私はもう信念、これはもう終始プロ野球入って26年になりますけども、この信念は私は変わらないわけです。監督の1年目にねヘッドコーチになってもらいましてね、で日本の野球で初めて取り入れましたね、チームプレーの野球というのをその始めたんですよ。でその時にね、まあ、私と一緒に鬼軍曹というようなことまで言われながらね、私が考える野球をね推進してくれたんですよ。引退後コーチに就任。入団以来鳴かず飛ばずだった王貞治に投手のフォームを真似て大きく足を上げることをアドバイス。これが後の一本足打法のヒントになった。別所さんがいたことで、荒川さん当時の私のコーチ、私のコーチは、まあ、巨人軍のバッティングコーチですが、まあ、王は何やってんだっていうことで、で、まあ、まあ一本足になるっていうきっかけもね、まあ、別所さんの存在。楽しいことはちょっと一個もなかったね、正直な話。やっぱり、まあ、あの責任だとかね、役割だとかそういうものを言い出すとちょっとキリがないんですけども、まあいいピッチャー出してんだからしっかりリードしろよって言われてるもんなんでねそういう意味じゃ、こっちとしてもね、なんとかいいものを引き出そうという感じで、まあ精神的に僕の方はこういっぱいいっぱいだったですね、はい。全日本が台湾の秘密兵器蔡中南を打ちあぐねている間に松坂は先制点を許してしまう。その後松中のタイムリーで試合は振り出しに。点を取られなければ負ける心配はないわけじゃないですか。ですから点を取られたくないっていうのが、まあ、僕の場合キャッチャーっていうのもあって、とりあえず点を取られたくないっていうのがすごい前面に出たんで、相手の27個のアウトを取るのにね、こう一生懸命っていうか、やってたんでね。緊迫したムードの中、試合は1対1の同点で9回を迎える。松坂は最後のバッターに対してこの日最速の151キロ、恐るべき19歳。すごいすごいってみんなが言いますよね。で実際受けてみてどこがすごいのか。いや、 やっぱり、こういう大きな舞台でね、物をせずに、堂々と、自分の力をいかんなく発揮できるっていう、そのこと自体が僕的にはかなりすごいなと思いますね。その持ってる技術的なもので、素晴らしいものは、その球のスピードとかそういうものは、もちろんあるんですけども、それ以外にね、メンタル的な部分でも、まあ、本当に涼しげな表情で、僕ら心臓バク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 言いながらやってましたけど、やってましたからね、あとはやっぱり持って勝ち運みたいなものをね持ってきてくれてるのかなっていう気もしましたね、さよならになった瞬間には、
9回裏、土壇場で2アウト2、3塁とサヨナラのチャンスを迎える。代打に送り出されたのは松坂の高校の先輩、平間淳。一番しびれたところってどこですか？一番しびれたんですか？やっぱ平間打ったところかな。近年にないしびれ方だったね。でも平間の一打で決着をつけるか日本。変わらないわけです。監督の1年目にねヘッドコーチになってもらいましてね、で日本の野球で初めて取り入れましたねチームプレーの野球というのをその始めたんですよ。でその時にね、私と一緒に鬼軍曹というようなことまで言われながらね、私が考える野球をね推進してくれたんですよ。引退後コーチに就任、入団以来鳴かず飛ばずだった王貞治に投手のフォームを真似て大きく足を上げることをアドバイス。これが後の一本足打法のヒントになった。お弟子さんがいたことで、荒川さん当時の私のコーチは、巨人軍のバッティングコーチですが、王は何やってんだっていうことで、で一本足になるっていうきっかけもね、別所さんの存在。そして現場を離れ解説者となってからも巨人への思いは決して薄れなかった。平成3年生え抜き以外では初めて巨人の OB 会会長に選出される。グラウンドにも足を運び、松井にはあの頃の川上の姿を伝え巨人の4番を自覚させる。若い投手陣には自らが体験してきた巨人のエースのノウハウを。そんな別所が晩年夢見たのは可愛い後輩長嶋監督の胴上げだったという。西の俺ホームラン見てるさ、小林さんがちょうど34年さ、1959年月天大試合です最後のホームラン打ったの、あの感じで俺さバッと黙ってみたよ。長嶋監督に送った投手陣のことからルーキーのことまで、そして最後には一言、巨人は強くあれ。別所は最後まで信じていた。いつかきっとあの強い巨人がよみがえることを。今年は何が何でも優勝しないといけないと、そうあるべきだという力説の中で選手から我々に随分話をしていただいたしね、それがまだね数ヶ月しか経っておりませんからね、ただ是が非でもなんとか別所さんの例に応えるにはやっぱり秋口ね優勝という、チームをね導きながら。残された後ゲームをね集中して戦っていきたいとそう思ってます。巨人をこよなく愛した男、別所武彦。かつての鬼軍曹は今天から見守る。やっと表情緩みましたね古田さん。どうだよ別に、いや現地来てからすごい顔厳しかったですよ。
そうですね、まあ前にも言ったことあるんですけど、オリンピック出るのよりもやっぱりこのオリンピックの切符を取るっていう方がね、それは、すごいプレッシャーもかかるし、大変なことなんでね、まあ、かなり緊張感はありましたね、9月15日台湾戦の朝、うん、いよいよって感じ。いつもと違う表情の古田がそこにいた。プロが初めて参加する大会で彼らに与えられた使命、ただ勝つことだけが求められる。古田はその重圧に押しつぶされそうだったという。なんで受けちゃったんだろうって大会前まで思いませんでした。うん、断れないしね。いや、それもだろうね。照れないで。いやいや、まあ、なんでとかね。いやでもね、まあ、予想はしてたけど、予想はしてたんですけどね、相当なプレッシャーの中で、やるっていうか、疲れましたね。全日本が大事なこの一戦の先発に指名したのは19歳になったばかりの松坂大輔だった。プロ野球界の将来を担う若きエースと球界ナンバーワン捕手の夢のバッテリー。しかし周囲の予想をはるかに超える苦しい試合が待っていた。勝たないといけないですから、どうしても勝つと負けるじゃもうえらい違いなんで、もうその違いっていうものも分かってますから、